はい、山寺です。今京都の三条に来ております。これからですね、ちょっとこの辺りの立ち飲みを巡ってみたいと思います。後ほどです。まず1軒目なんですけども、ちょっと細い路地のところに入ったところにですね、友達という立ち飲み屋さんがあるんで、こちらの方に入ってみたいと思います。こちらですね。まずはハイボールからいただきます。うまい。マグロユッケですね。これをちょっと混ぜていきますよ。めっちゃうまそう。いただきます。めっちゃうまいなこれ。ささみチーズ揚げですね。ソースつけてこれね、いただきます。うまそう。うまい。めっちゃジューシーな鶏で美味しいですね。ささみ。うまい。うまいな。最高。焼きたてでめちゃめちゃ美味しいですね。ウィンナーとこのハイボールですごい合うんですよね。うまい。立ち飲みいいですよね。僕立ち飲みも朝から飲んでますよ。3時間ぐらい寝てるんですかね。そこから京橋とか西成とか朝のわーっと飲みに行って5、6軒はしごして帰ってくるという。キャサーいうとこもあるし、渡辺横丁もあるし、なんかいろいろ数えた容器ありますよね。上から行ったら、そこも今知るの。あ、そうやわ。そこが一番近いなと考えたら、うまっ。いやー、立ち飲みの友達ですね。最高ですね。安く飲めてですね、京都でですね、それも、2時から空いてます。昼のですね、山寺好みのお店です。あても美味しくて、良かったですね。ありがとうございました。